実は起きてるんですね。ちょっと暖房でスチームが。します。えらい、ちゃんとパックして。ロックした。ちょっとさ、夜遅くでさ、みんなに共有できないと思うんだけどさ、明日ポスター販売が急遽なんかあるみたいなんだけど、ちょっと私はそれ参加するのやめようかなってちょっと思ってて。
チャロのやつ、なんか急遽なんか早めにポスター販売みたいな、グッズ販売みたいな、そうあるらしいんだけど、ちょっとそれはね、参加をしないでおこうかと。そう、明日改めて SNS に表記します。本当？でも私ポスターとか購入なくても普通に話せるので、話すので全然そういう痛いもらきもうざい本当に。全然お話しするので、なんか買ってないといけないのかなとか思わないでください。本当にサイン書かないと話せないとかないから、そんな決まりはないので気軽に話してってやれたらいいなって明日は思ってます。今日か、小鳥さんありがとう。なんか泣きそう、泣いちゃいそう。スチューム気持ちいい。まあポスター愛映ってないんでね。こんばんは。こんばんは。スチューム気持ちいいな。
はようございます。みんな起きてるね。この枠は短め。愛が七分終わってスキンケア終わったら終わる。こんばんは。顔出しないよ。だって今パック顔面だよ。パック顔面。あれパック何分してるかな。
見せないよ絶対今日使ったパックはメディヒールのウォーターメイドってやつで、なんか裏は韓国語で分かりませんけど、多分ウォーターマイドって書いてるくらいだから水分量をくれるはずなので、この乾燥砂漠化としている私の顔面にはぴったりのパックなのではないでしょうか。今日もめっちゃ砂漠だったい。パック、ありがとう。乾燥やばい、本当に。あれ何分やってんだろう、パック20分までやってんだよね。夜更かしだよ、あればすごく。こんばんは。どうやったら肌もちもちになるんだろう。20分、あ、じゃあ始まってちょっと後につけたよね、愛としかね。体中に もったいないんで塗るんだよ、ね、めっちゃ。うん、パックはね毎日した方がいい。でもねちょっと最近すごいめんどくさかったんだよ、ね、でもすぐ肌に出たからさ。だってさ、夜と朝パックしても乾燥するのにさ、サボったらそりゃそうだよねって話なんだよね。しっかりしていきます。実感ない、本当？自分の何使ってんだろう、私と同じの？本当ね、人は肌によってね変えた方がいいとは思う。悩みが何かだよね、肌の。私は乾燥だから、めっちゃ。そうだ、ビタミン C 爆飲みしなきゃ。
みやありがとう。私こないださ、かかと割れててもうさすがに泣きそうになったよね。さすがに、え、私かかと割れてるんだけどってなった。そっからパックの保湿電子塗ってかかとにも塗るようにしてる。私かかと割れるんだってなった。うん、全然保湿すれば治るからね。うん、パックしたらすごいもちもちのお肌になったよ。ちょっとビタミン C 取ってくるわ。でもあれさ、自分以外でこんなにお化粧がさ乾燥してる人見たことないんだよね。今日のビタミン C を飲んでいくよ。ほんまに。どうしたの、さっき膝の上に乗ってきて。あんた最近甘えん坊さんやね。かわいいね。噛んでくるとこ以外かわいい。うん、これチュールじゃないで、ビタミン C やで。ビタミン C やなんだ。ビタミン C 飲みてんか。ビタミン C は肌にいいですよ、もちろん。僕泣き声じゃなくてね、テンション高くて嬉しい時にね出るぐるぐる音、エンジン音です。ねえ、ラッキー。あんた今テンション高いの。嬉しいの。愛の膝の上に乗れて嬉しいの。そうなの。かわいいね。なんでそんなかわいいんだ。頑張ります。ありがとう。どうしたの、ラッキパックつけるとこない。全然ない。あれさ、会社を返したことあるの。めっちゃお気に入りのパックがあって、この間改めて韓国行った時値段見たら1回850円で、めっちゃびっくりしたよね。
一回なんか一回ノリで買っちゃったんかな。で改めてでもそれっきり使ってなかったんだけど、改めて見たら何一回850円ってビビったよねめっちゃ。YouTube で見たんだ、大学使ってて高いよね。ゴキブリ焼き2食食べれる、高いよね。これ今今日いただいた化粧水つけてんだけど、すごいもっちり度が、これすごっ、すごっ、これは乾燥しなくなるのでは。とろみ沼にはまるヒアロ保水膜がずっと潤いを与え続ける。すげえ、なんかもっちりもっちりしてる、すごい。もうえ、こうわかる、これこの伝わる、このこのパチッとやった後のムチャーって感じ、すごくね。このムチャーっていうの音聞こえないかな、すごっ、ピターって感じするよね、これすげえ。そうそう、ペチの後の巣、明日の朝楽しみだな。なんか塗ってこんなにもっちりしたの久しぶりっていうか初めてかも、こんな感じだな、すげえこれ。すごい、え、明日の朝楽しみ。このもっちり肌がパサパサになるのか、それとも保つのか、めちゃめちゃ楽しみだね。えラッキー楽しみやね。最近ラッキー膝の上乗ってくるんよな、すごい好きなの、かわいいね。でもやっぱ暖房もあるよね、乾燥する原因で。ねえ、けどマジ暖房になると死んじゃう、寒さすぎて。まあ、寝るときは切ってるんだけどね、電気毛布あるから。もちもちいい、すげえ。ちょっとハサミ取りに行きたい。あ、あるわハサミ、ラッキー。ちょっとラキが膝乗ってるときさ、マジ動きたくなくなるんだよね、かわいいじゃん。
マジどうやって過ごしてんの？ストーブ？泣きに抜かれてしまった。そうでも確かに暖房すごい苦手な人いるよね。体質だよね、しゃあないよね。暖房無理苦手なんですって言ってる人結構いる気がするわ。確かに その辺でね、私平気なんだよね。よし、つけまの洗浄だけしよう。それで今日の任務は終わり。チュール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 受けるタイプの魔法だよ。自信を身につけて、見える世界も変わるから、はい、同じ空がどう見えるかは心の、あ、冷たい。おりゃいけ、つけまよ、現れろ。あれ、あのメイク用品、メイク落としどこ？結構部屋干ししてるんだよね。やっぱね、こうつけまをきれいに洗うのは大事ですよね。洗わないとね、次の時にね、汚くなっちゃうんでね、しっかり洗っていきますよ。誤ってちぎらないようにしなきゃ。ちぎりかねない私は。つけまは使い回せるんです、頑張ると。だって1回500円だよ。そんな使い捨てしてたら破産しちゃうよ。前が使ってるやつね、
私がね買いに行った時はね、ご人気の商品のため1人3点まででお願いしますって書いてた。TikTok でもみんな使い回してるって書いてた。金のつけまとかは全然違う。あ、もうこのつけまじゃないとつけようと思わなかったもん。これが可愛いんだよ。このつけまが可愛いんです。デザインが可愛すぎて。感じですね。綺麗になった。めちゃめちゃ綺麗になったんじゃない。これはまだ片っぽしか綺麗になってないけど。あ、毛抜けちゃった一本よし、キラキラ。ラッキーも喜んでる。やばい、ちょっとコットンの繊維がついてしまった。そう、なんかミギとダリ見始めたんですよ。まだ2話しか見てない。見進めようって感じ。ずっとセナにおすすめされてたけど見れてなかったやつ。今日のラジオのラのメンツはみんなアニメ好きで話が通じておもろかった。おすすめのアニメいっぱいあるな。そう、アニメでマッシュルが面白いんじゃない。今はあと薬屋の独り言。最初の方楽屋の独り言だと思ってたんだよね。失礼。薬はもう気になりすぎて漫画ちょっと読んじゃったもんね。見てないわ最近。こう読み進めちゃって見てない。プリンパンパプリンパンパプリンパンパンプン。でもヒップホップジャンルがアニメの主題歌なの嬉しいよね。
マールステさんはなんかヒップホップの枠を飛び越えてる気がするけど、いい意味で。あの歌すごい、マジで。最近ストーリーでめっちゃ愛理さんラップサボってませんかってくるんだよね。ラップサボってるかもしれないね。そう、リサさんだよ。嬉しいよね。難しいよね。多分彼らの言うラップはバトルのことだと思うからさ、意外とずっとラップはしてたけどさ、でも愛の SNS のフォロワーが増えたきっかけはもうめっちゃそれやからね。だから今めっちゃ減ってるもん、インスタとか。インスタの減りやばいよマジで。気づいてるかもしんないけど、しょうがないよねって感じ。ラップ始める前は1万7000人だったからね、インスタ。そうだよ。これ接着剤が取れない。これはお湯じゃないと取れないのかな。接着剤が取れないよ。お湯でと、お湯を入れなきゃいけないのかね、ラップの人ってなるでしょ。そうなんだよね。ゆらゆらとつけまつげが浮いている。シュールです。すごい。これ放置しとけばいいのかな。クレンジングとか入れとけばいいのかな。
レンジングをプッシュしてみた。これでいいのかな。すごいなんか育成してるみたいで楽しい。つけまつげを。仕事お疲れ。うん、これからたくさん知っててね。お、すごい。ちょっと、ちょっとなんていう、モヤモヤになってる。モヤモヤ？なんかほやけてきてる接着剤が。これ毎回これ取るの大変だね。でものしばらく置いといたいのに、お湯も冷めちゃうよね。しばらく置いとこう。あとで TikTok で調べよう。ほやほや終わろうかな。ちょっとまつげほやほやするわ。ありがとう、夜中のスキンケアに付き合ってくれて。めっちゃ見てくれてる。ありがとう。ランキング読んどこ。13位。おお、な、読み方わかんない。リさんごめん。リさんありがとう。12位ポッポアルバーンありがとう。11位キノジありがとう。10位ネモありがとう。9位ファンありがとう。8位コーラルリーフありがとう。7位コウありがとう。6位ヨシオンありがとう。5位ラルムありがとう。4位マブロシさんありがとう。3位ミヤありがとう。2位クボズンありがとう。1位ネコトリさんありがとうございました。じゃあね、みんなおやすみなさい。ゆっくり休んでください。おやすみ、いい夢見てね。バイバーイ。